路地裏で40年続く喫茶店信濃路。昭和の香りが色濃く漂うこちらで迎えてくれるのは市山春子さん83歳。実は昭和の初めに活躍した元スキー選手なのです。お湯入ってから孫といいのなんだって渋のお湯だもの。お湯入って滑ってるわ調子マンドリンよ。マンドリンとは昔春子さんの周りで流行った言葉で絶好調という意味だそう。いつまでもマンドリンでいてください。